ロンドンヒースロー空港の PRT であるウルトラ、世界初の PRT であるモーガンタウン PRT 個人用高速輸送システムは自動輸送システムあるいはポッドカーとも呼ばれる小型の車両によって専用の案内軌道を備えた交通網内で運行される公共交通機関である。この新しい形式のシステムはより大型で小型の地下鉄車両も 同様に含む自動案内機常式旅客輸送システムの1、形式である。PRT は1978年に J. エドワード・アンダーソンによって導入されたアクロニムである。現在では1975年にモーガンタウンで開業したモーガンタウン PRT と現在試験中のロンドンヒースロー空港のウルトラがある。アブダビのマスダールシティでも PRT が 建設中である。かつて1970年から1986年にアラミスと称される PRT がラットップによってパリで運行されていたが実験は完了せず計画は放棄された。PRT 車両は個人あるいは少人数の移動に使用され通常は1両あたり3から6人乗りである。すべての駅に分岐器が備えられプラットフォームは側線に設けられる。これにより 車両は出発駅と目的駅以外の中間駅を通過することができる。出発地から目的地へ直接移動する点でタクシーやリフトと似ている。近代的な PRT の概念は1953年頃に都市計画立案者であるドン・フィクターが PRT と代替交通機関の調査を開始したことに端を発する。1964年に フィクターは著作を出版しており、その書籍で人口密度が中規模から小規模の地域への自動式交通機関を提案した。この書籍の中で鍵となる点の一つは公共交通がいくら充実したとしても人々は自動車を手放さないとしたことで当時の既存のシステムよりも大幅に優れた視点感をより高速で柔軟性のあるシステムでなければならないとして、 PRT システムのみが柔軟性と性能をもたらすと感じた。複数の他の都市と交通計画の立案者たちも同様にこの件と初期の実験について記述したが PRT との関連は不明である。PRT は現在、韓国の順天使やインドのアムリトサルなど世界中で計画されている。マスダールシティの PRTV、ありがとうございます。